ジャパンエキスポ最終日ということで、こちらまたオレンジポートの皆さんのところに遊びに来ました。では一人ずつお名前とそしてキャッチフレーズをお聞きしたいと思います。じゃあお願いします。はい、皆さんこんにちは。オレンジポートのキャハハスマイル大食いメイド系女子のゆうなです。よろしくお願いします。はい、オレンジポートの元気があれば何でもできるシュリです。よろしくお願いします。はい、オレンジポートの最年少のみんなのエンジェル萌子です。よろしくお願いします。はい、スマホとアキホどっちが大事？スマホ。違うでしょ、君の手の中にはいつもアキホ。はい、オレンジポートの変なやつアキポンです。よろしくお願いします。はい、オレンジポートの女王様担当ジュリです。よろしくお願いします。はい、オレンジポートのイケメンガールリノです。よろしくお願いします。はい、北、東、西、南。はい、オレンジポートの東西南北系女子、いつでも元気いっぱい全開ガールの南です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。オレンジポートのめめぱっちり系女子ゆえです。よろしくお願いします。では今日最終日なんですけど、最終日に向かってどうだったか感想伺ってもいいですか？はい、5日間ステージをやらせていただいてたんですが、本当にたくさんの方が私たちのステージを見に来てくれて本当に嬉しかったです。はい、5日間という短い間でしたが、たくさんの方と仲良くできてコミュニケーションも取れて、なんか最終日ですごくちょっとうるっとしちゃいました。でも楽しかったです。ありがとうございました。はい、フランスに来る前はすごく不安もあったんですが、皆さんすごく温かくて、そうですね、最終日でとても寂しいですが本当に楽しかったです。はい、私もすごい不安だったんですけど、実際来てみたらフランスの人がすごい温かくて楽しくて、ステージとかスケジュールも結構ハードだったんですけど、ステージ中に今日うるっと来ちゃいます。楽しかったです。フランスの食べ物ってもう食べましたか？食べました。食べましたか？じゃあ好きな食べ物を教えてもらっていいですか？フランスのですか？そう、フランスの。フランスの好きな食べ物？パンが多かったよね。そうだね、パン、そう、パン多かったんですけど、やっぱりピザですね。ピザ、ピザ。フランスかな。私はやっぱりマカロンが好きです。マカロン美味しいね。はい、すごい甘くて美味しかったです。私はクロワッサンが美味しかったです。私はマカロンとクロワッサンとフランスパンです。フランスの皆さんはすごく優しくて、本当に感動しました。応援よろしくお願いします。皆さん、これからもオレンジポートよろしくお願いします。はい、これからもオレンジポートいっぱい成長して皆さんにたくさん会えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。これからもオレンジポート精一杯頑張ります。皆さんも、フランスの方々も、日本に来てオレンジポートを見に来てください。お願いします。これからも皆さんに笑顔を届けられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。たくさん活躍して世界進出できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、どんどんパワーアップして素敵なチームになるように頑張ります。はい、皆さんの声援を私たちのパワーに変えて、私たちらしく頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞどうも大好き。